皆さんこんにちは、高幸です。4月17日、今日ですね、大麻所持でね、谷口愛理さん、愛理さんって呼ばれてたらしいです。 HKT 時代はね、アイドルグループの、はい。でまあその逮捕されたその大麻なんですけども、その交際者がね、持っているバッグの中にね、大麻数グラムがね、入っていたということでございます。でこの谷口愛理さんの経歴なんですけども、もうね、小さい頃からアイドルグループに参加してて、2012年にはね HKT をもう脱退してるんですよね、早くにね。でその脱退理由なんですけども、まあ脱退とは言われてるんですけども、事実上クビなんではないかと言われております。彼女はね、まあ、ちょっと性格に難があったなんてよく記事には載ってるんですけども、周りのね、メンバーにちょっと恵まれていなかったのかなと思います。まあ、その頃ね、5人同時にですね HKT を脱退しているメンバーがいるんですよ。でその他のメンバーたちがですね、その取り巻きオタクの人たちとつながっててですね、でその谷口愛理さんはちょっとまあ巻き込まれたような形で、付き合わされて、いたんではないかという情報が入っております。ただまあその谷口愛理さん自体もですね、まあちょっと素行の悪さがあって、まあ要はまあ不良っぽいところがあったんですかね。でそういった、悪い人たちに惹かれるみたいなところがあって、そういう人間関係のお付き合いをしてしまってたではないかということです。でまあその後ね、2014年にね、セイコレアルティメットっていうね、キャンペーンのグランプリを取っておりますので、まあ見た目も可愛いですしね、まあスタイルも抜群で、うん、まあ性格的にはちょっとね何があったんですけども、非常に人気のある女の子だったんですね。でなぜかその後ね2019年、まあここ数年ね、キャバ嬢として、福岡で働いてるようでございます。まあ以前からね、その、まあ、どうしてもね、悪い仲間が周りにつきやすい、ということもあって、今現在もね、ちょっとその、まあ、悪い相手と交際をしてしまってたんではないかなと思います。まあ、なんとかね、彼女には潔白であってほしいと思っております。今現在分かっている情報は以上でございます。ではまた。